さあ今回のまとめ動画はドッキリシリーズです。で課長には結構ドッキリの時に協力してもらう仕掛け人側として動いてもらっていたので、この動画には登場してもらってないんですけど、今までどんなドッキリをしてきたのか私たちもいろいろとね振り返りながら楽しくまとめ動画を見たいと思います。それではご覧ください。どうぞ。さあそれではドッキリシリーズ見ていきましょう。いきましょう。本部長にコーヒーで完璧ドッキリ。やっぱ本部長ですよね。これストローだけ買ってくるの忘れちゃってもう一回コンビニ行ったんですよ。そう懐かしい。東京営業所だ、うん、私この時多分初めて東京営業所行った人。あ、そうだっけ。だから若干気まずいドッキリなんですよね。あ、なるほどね。そう。食べてもいいですか。いや、いいけど。やったなりきれてろなりちゅうね。はやってるね。はい、その呼び方ね。常務。はい、山上建設部長です。ちょっと決めてるよね。なんか髪型やってるよね。はい、やってる。最近手抜きしてますよね、そう考えたら。これ結構私、お気に入りなんですよね、このドッキリ。これさ、あれだよ、ちょっと力加減知らないよね、愛知。社長が撮ってくれてて、中途半端じゃなく、失礼いたします。やりましょう、みたいな感じで。電話中はやめろって言ったじゃん。すいません。確かにちょっと常務なんか髪型がイケてる。死ぬかと思ったわ。生まれてらっあいちゃん最近ミス多くない？あー、これも懐かしいな。バズったやつ。お電話ありがとうございます。山上建設です。常務絶対何も打ってないじゃん、パソコン。はい、指の動きが小刻みすぎる。常務、しつこい営業マンから電話なんですけど、不在にします？あ、いや、変わるよ。お願いします。なんだっけこれ。社長でしょ。はい。ああ、もう電話しないって言いましたよね。あ、社長。これ割と初期の方だよね。最初の方ですね。5月ぐらいじゃなかったかな。そんな気がする。あ、ごめんなさい、疲れた。え、どうしました？これは業務と専務で撮ったやつ。どうしました？お前やばいわマジ。なんか寒そうなコーデですけど、名刺交換するときさそんな前だったっけ。社長寒いか何だろやばいわ、ね、やっぱ写真撮られたそう。ジョンブどんな気持ちですか。鬼瓦どういうこと。なんかお後があんまよろしくなかったんですけれども、ちょっとあれそうですね、最後にちょっとねはい、そんな感じで引き続きいろいろなまとめシリーズもアップしていきますので、また次のまとめ動画も楽しみにしていてください。よろしくお願いします。